はい、フリーレイターのいつか笑って過ごせる日まれで,です。小池都知事、ワンボイス。横文字でわかりにくい。意味は何そのヒントは4年前にということでやっていきたいと思います。はい、ということでですね、えー、東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県の知事によるオンライン会談の後、小池百合子氏、小池百合子都知事ですね、がワンボイスでとことん引き締めていくことでまとまったと。 またしても横文字で何を意味してるのかちょっとよくわからないと。文脈的にもワンボイスでとことん引き締めていくことでまとまったワンボイスってなんだと。なんかみんなでやっていくのかなみたいな感じに、まあこれだけ聞くとね、思えるんですけれどもですね、これ本当の意味ってどうなんだろうっていうところですよね。気になりますよね、これね。ソーシャルディスタンスとかね、ウィズコロナとか、やだらとね、横文字が大好きな。 小池都知事ですけれどもですね、あのー、これどういう意味なんだと。わ <laughs> からんという方もね、多いんじゃないでしょうか。で、まあ、とりあえずね、あの、ワンボイスって辞書引いてみたんですね。辞書というか、まあ、あのー、翻訳してみたんですよ。一声。一声でとことん引き締めていくことでまとまった。あ、すぐ決まったっていうことからやったんです、すさすがにそんなことないですよねっていう話ですね。で次、えー、まあ、あのー、類似語としてね、これが出てきたんですね。With one voice. みんなで声を揃えて。あ、これなら意味がちょっと分かりやすくなる。みんなで声を揃えて、とことん引き締めていくことでまとまった。まあ、分からなくはないで。でね、もうちょっと調べてみたんですね。ただ、ブランディング用語でワインボイスっていうものがあるということが分かりましてですね。このブランディング用語のワンボイス、どういう意味なのか。やり方や表現方法を一つに統合していく。要はみんなで同じようなやり方をして、とことん引き締めていこうと。 みんなで協力してやっていこうみたいなね、えー、意味なのかなっていうことですよね。まあ最初にあの、ニュアス的にそういうことなんかな、みたいな話だしたと思うんですけども、まあそういうことと。ではこれワンボイス。で、まあ本当はどうなんだというところなんですけれども、実はこれですね、小池さん、実は4年前にもこのワンボイスっていう言葉を、えー、お使いになられていたんですよね。ワンボイス。えー、2017年6月9日の都議選に関する発言なんですね。 これどういう発言をしているのかっていうと、これね、ちょっとわかりやすいんですよ。これを見ると、ああ、そういうことかって、やっぱりン発的にそうなんだねっていうのが、非常にわかりやすい使い方をされてるんですね。どういう使い方をしているのか。こういう使い方なんですね。それぞれの候補で意見があるだろうが、初陣にあたってはワンボイスで行くべき。それぞれがイエスだノーだと、統制が取れていないことになる。という発言をしているんですね。要はこれって、それぞれの候補意見があると。 イエスとかノーとかあるんだと。でも、初めての戦いなんだから、ワンボイスで行くべきなんだと。これ、ワンボイスってどういう意味なんだろうってなるんですけども、その前、次を読んでいくとね、何となくわかるんですよね。それぞれがイエスだノーだと。えー、統制が取れていないことになると。いうことは、みんなで意見を集約しとくってことですね。それぞれの意見あって、でも、みんながいろいろなこと言ってると統制取れないから、揃えていきましょうということ。 ということは、このニュアンス、ここのニュアンスを考えると、この使い方を考えると、ワンボイスっていうのは、やはりあの、ブランディング用語のワンボイスに一番近いということなんですね。で、えー、そこに戻ってね、これを、あのー、日本語にワンボイスを変えてね、発言してみると、みんなで一緒に、とことん,ん引き締めて頑張っていくことでまとまったと。これでいいんじゃないですかね。 ワンボイスってわざわざ言わずにみんなで一緒に協力してとことん引き締めていくことでまとまったとかね。みんなで一緒に、えー、強調してとことん引き締めていくことでまとまったとか。いう言い方でいいんじゃないですかね。小池さんねっていう感じなんですよ、これ。あの、ワンボイスってわざわざこの英語を使うことによって、えー、余計何を言ってるか分かりづらくないですかね、これ。っていう話なんですよ。あのー、 まあね、その、なんていうのかな。ビジネスとかでね、ブランディングとかで、あのー、使うと。なんか、なんていうのかな、その、えっ、ー、と、キーワードじゃなくて、えっ、ー、と、出てこない。キャッチフレーズだ。キャッチフレーズね。すみません、失礼しました。キャッチフレーズ的なので、使うのであればいいんですよ。その、なんか、ワンボイスってなんかかっこいいなっていう。 感じでなんか何だろうってう引きつけるというなら分かるんだけれども記者会見で説明する時にワンボイスってわざわざ使う必要ないでしょこれっていう話なんですよ。まあ明らかにねその国民にちょっとでも興味を持ってもらおうあっ何だって思わせようみたいな部分なのかもしれないんですけれどもでも分かりやすく記者会見で国民まあ都民ですけどもこの人の場合ね都民の皆さんに分かりやすく伝える方が大切じゃないですか。 興味を引いて、ワンボイスって何ってわざわざ調べないと意味がわからない。横丸でしょ。っていうところなんですよね。うん。なんかね、非常にね、あの、このやり方だたらまずい気がしますよね。まあ選挙とかでね、政権交代とかわかりやすいですよ。そんな感じでね、ワンボイスっていうのをキャッチフレーズ的に使う。まああの、ソーシャルディスタンスとかね。 ウィズコロナってまあキャッチフレーズ的に使ってるわけですよ。で、今度はワンボイスですかと。でも、ソーシャルディスタンスってもうみんなが使っていて、まあ社会的距離という意味なので分かりやすい。ですよね。まあ一回調べればまあ分かりますよね。で、えー、ウィズコロナ。コロナと一緒に。まああのコロナとね共存していかなきゃいけないんだということが分かる。 でも、ここ、直訳で一声だと、一声でとことん引き締めていくことでまとまった意味がわからんんですよ。うん。っていうところを考えていくとね、うん、なんか、なんかちょっと違うんじゃないですかと。小池さん、何でもかんでもね、横文字にすればいいっていうものじゃないんじゃないですかということをね、なんか強く言いたいよねっていう気がしました。まあな、んな,んなんですかね、この人ね、ほんとね。うん、あのー、なんだろう。 パフォーマンス的にね、記者会見をするのではなくて、都知事という立場なの,のだから、もうちょっとはね、分かりやすく発言してほしいですよねっていう。これ、あのー、まあ、これね、ワンボイスって聞いて、すぐに分かった人もいると思うんですよ。ブランディングとかで使ってる人とかもいると思いますんで、そういう人はね、分かったでしょう。分かったかもしれないです。でも、でもですよ。普通の人は、ワンボイスって使わんすよ。 と僕は思うんですよね皆さんどうですかねワンボイスって使ったことありますか僕多分初めて使ったんじゃないかなと思うんですけども、今回ね、この小池さんがワンボイスって言ったことによって、初めてワンボイスっていう言葉を知って調べて、あ、4年前にも使ってたんだ、みたいなね、感じですよ。まあ、この4年前の記事とか僕も読んでなかったんでしょうね。多分ね、もしくは、あの、さっと読み流して、まあ,あの、この時はね、あの、一応解説みたいなのも新聞社さんもつけてたんですよね。僕が見つけた記事はね。 僕が見つけた記事の中では、注釈ついてるんですよ。ここの文字にはその注釈ないんですけども、僕の方が書いたのは注釈ないんですけれども、えーっと、どこだっけ、これですね。ここ、本当は、あの、記事だと、一つに集約されたワンボイスで行くべきってわざわざカッコ付けで分かりやすく書いてあるので、ああ、まあ、それだったら意味が分かるよね。まあ、これだけでもね、注釈の部分がなくても分かるんですけれども、 まあ、より分かりやすくなってると。もしかしたら読んだ時にこれを見て、ああ、そういうことなんだって思って、もうすでにね、ワンボイスっていうことを忘れているのかもしれないけれども、まあ、少なくともね、えー、ワンボイスと、えー、今回聞いて、まあ、それはすぐに出てこなかったわけですよね。調べないと分からなかったわけですよね。で、これ多くの方がそうだと思いますので、ぜひともね、もっと分かりやすく、もっと分かりやすくですね、ええー、解禁していただきたいものですよね、と私は思いました。 以上になります。えー、よろしければね、チャンネル登録していってください。そしてね、えー、いいなと思った方は、いいねをつけていただけるとね、励みになりますので、ぜひいいねをつけていってください。以上になります。フリーライターのいつか笑って過ごせるヒマレでした。最後までご視聴ありがとうございました。